このコーデは2014年10月14日に行われた UEFA ユーロ2016予選グループ I サッカーセルビア代表対サッカーアルバニア代表の試合について記す。この試合の前半終了間際に大アルバニア主義を掲げたドローンがスタジアムのピッチ上を飛行し、それをきっかけに双方の選手、サポーターが入り混じっての乱闘が発生した。 試合は0から0のスコアのまま打ち切られ、この事件を発端とした騒動が各地で起きた。10月23日、UEFA 管理、倫理、規律委員会は、この試合を没収試合とした上で、双方のサッカー協会に対し10万ユーロの罰金を課した。これに対しセルビア、アルバニアサッカー協会が共に、異議申し立てを行い、スポーツ仲裁裁判所は、 UEFA の判決を取り下げアルバニア側の主張を支持する判決を下し3から0でアルバニアの勝利とされた。セルビアとアルバニアは2014年2月23日に行われた抽選の結果同じグループ I に入った。両国はコソボ紛争を頂点としてコソボの対応をめぐって対立を深めてきた。同じ抽選会ではアルメニアとアゼルバイジャンが 政治的対立を理由に別組に分けられたが、両国は直接戦争をしていないので、問題ないという UEFA の判断により、特別な対応は取られなかった。セルビア分アルバニア事件の現場となった、スタデオンパルチザーナ2014年10月14日、セルビアのホームで試合は開催された。両国のサッカー協会及び UEFA は、 衝突を予防するため、アルバニアサポーターを会場に入れないことで合意していたが、観客の持ち物については配慮されなかった。アルバニアサッカー協会の報告によると、試合当日、アルバニアの選手たちが乗るバスに対して、セルビアのサポーターが石やコンクリートの塊を投げつけ、試合直前のウォーミングアップ中にもピッチ内に物が投げ込まれ続けた。試合開始前、 セルビアサポーターはアルバニア人を殺せ、コソボはセルビアのものだというちゃんと行い、アルバニアの国家聖賞の際にはブーイングや土星が上がった。試合開始直前にはナト o の旗が燃やされた。試合開始から15分後、ピッチに発煙筒が投げ込まれた。さらに10分後、セルビアのサポーターがギリシャの国旗を掲揚した。ハーフタイムに入る10分前、 コーナーキックを蹴りに行った暗視あごりの前に発煙筒が投げ込まれ爆発した。あごりとアシスタントレフェリーの周囲に様々なものが投げ込まれたため試合は一時中断。ダンコラ・ゾビッチとアレクサンダル・コラロフがスタンドの観客をなだめた。40秒後に試合は再開され、ピッチに物を投げ込まないようアナウンスがあった。40分ごろ、ベキムバライに向かってボトルが投げつけられ、 セルビアのサポーター数名がピッチへの侵入を試みた。当試合で主審を務めたマーティン・アトキンソン42分、マーティン・アトキンソン主審は、セルビアのサポーターが発煙筒を投げ込み続けたため再び試合を一時、中断した。中断中、旗を吊り下げた小型のクワットロータードローンが現れ、ピッチ上空で停止した。旗には、近代アルバニア建国の父であるイスマイル・ケマリと。 イサボレチーニの肖像、先住民とアルバニアが独立した1912年11月23日の文字、そして大アルバニアの地図が描かれていた。セルビアのステファン・ミトロビッチはジャンプして旗を引きずり、落とした。これに対しアルバニアのアンディリラとタウラントジャカが旗を回収しようと走り寄り、両者の間で揉み合いになった。ベキム・バライは、ミトロビッチから旗を取り上げたが、 ピッチに乱入したセルビアサポーターがプラスチック製の椅子でバライの背中や頭を殴った。アルバニアキャプテンのロリックカナが駆け寄ってきてセルビアサポーターを殴り、さらに双方のチームスタッフまで乱闘に参加する事態に発展した。ピッチに侵入したセルビアサポーターが椅子やその他の道具でアルバニアの選手を暴行したためレフェリーは 双方の選手たちにピッチを離れるよう指示した。アルバニアの選手たちがドレッシングルームに引き上げる際に様々なものが投げつけられ、セルビアの選手たちが引き上げる際にはスタンディングオベーションが起きた。30分後、試合は0から0のまま中止することが決定された。アルバニアの選手たちは肉体的にも精神的にもダメージを負った。 アルバニア代表のメンバーがスタジアムを離れる際、セルビア警察が彼らのバックを調べたが、ドローンのコントローラーは見つからなかった。直後に、マケドニアのサッカークラブで、アルバニア系の FC シュクピの関係者が仕向けたのではないかと疑われたが、確たる証拠は何もなかった。試合後、これに関連した事件が、セルビア国内外を問わず発生した。ソンボルやストラパゾバでは、 アルバニア人が経営するパン屋や居酒屋が放火された。中には爆弾が投げ込まれたものもあった。ポドゴリツァのアルバニア大使館には石が投げ込まれ窓ガラスが割れた。これに対しアルバニアのモンテネグロ大使館には抗議文書が送られた。ウルチニ、プラブ、辻のアルバニア系モンテネグロ人はアルバニア代表を祝福した。ポドゴリツァで発生した。 学生同士の喧嘩では4人が病院で手当てを受けた。セルビアでの事件が報道された直後、国水主義者約100人が旗やスローガンを掲げ、各地のギリシャ系住民が襲撃された。警察介入後は人生化した。これに対し、ギリシャ政府は大使館を通じてアルバニアに抗議を行った。試合後、ウィーンでアルバニア人50人ほどが、 セルビア人の経営するコーヒー店に瓶を投げつけた。周辺に止めてあった警察車両を含む乗用車数台が被害を受けた。試合後、UEFA はセルビアとアルバニア双方のサッカー協会に対する懲戒処分を行うことを明らかにした。処分の対象となったのは、セルビア側が発煙筒その他の投げ込み、騒乱の発生、ピッチへの侵入、不十分な警備、 レーザーポインターの使用。アルバニア側がプレーの拒否と許可されていないバナーの形容である。2014年10月23日 UEFA 管理、倫理、規律委員会が開かれた。翌日 UEFA が処分の内容を発表した。当該試合は没収試合となり3例でアルバニアの敗北とすること、セルビアは 勝ち点3を剥奪し、次回ホーム開催の試合は無観客で行うこと、そして双方のサッカー協会に罰金10万ユーロが課された。この判決に、セルビア、アルバニア両方のサッカー協会が上訴を行ったが、UEFA は判決を支持した。UEFA の判決に対する反応アルバニアと、セルビアのサッカー協会双方が、UEFA の判決に、 異議申し立てを行ったため、スポーツ仲裁裁判所で改めて審議を行うことが決定した。2015年7月10日、CAS はセルビア側の主張を退け、当該試合を03でセルビアの敗北とし、さらに勝ち点3を剥奪する判決を下した。CAS の判決で勝ち点3を得たアルバニア代表は合計14ポイントでグループ2位となり、 本戦出場を達成した。アルバニアに次ぐ12ポイントを獲得した。デンマーク代表は3位でプレーオフに回り、スウェーデン代表と対戦し敗退した。セルビア代表は4ポイントで4位に終わり、本戦出場を逃した。ありがとうございます。